のここチェリーファーマーズさんはね、また群馬県ですごく特化してるんだよね。そうなんですよ、群馬県産にこだわっていて、お肉や美味しいお肉、新鮮なお肉やお魚、そしてお野菜など何でも揃ってるのがチェリーファーマーズさんですね、皆さん、うん、ね、なんかお正月はもちろん群馬のものでっていう風にね、ポップも貼ってあったけど、そうなんですよ、本当にあのここに来るとテーマパークに来たみたいな気持ちになれるので、いろんなもの買ってほしいし、あと加工品とかもね、はい、そうなんです、皆さん蜂蜜とかもそうなんですけど、高崎といったらやっぱり高崎パスタがありますよね、うん、でそのパスタのソースだったりとか、本当に群馬県の魅力の詰まった加工品がたくさん販売されているので、はい、皆さんぜひお土産に持って帰ってみてください。よろしくお願いします。でもそのネギでも生産者の名前が違って、あ、そうだよね、作ってる人が多くとも全然違うので、うん、そういうの楽しみながら回っていただけたら嬉しいです、はい、さあそれではそんなここ J ファーマーズ高崎船高店を応援するためにみんなでこの曲で応援していきたいと思います。では正規振り付けお願い。はい、皆さん両手でガッツポーズを作ってください。小さなお友達前にどうぞどうぞどうぞ。はい、そしたらそのガッツポーズを優勝ってあげてください。今日は、まあ、J ファーマーズ高崎胸高店ということで、胸高で一緒にあげましょう。ちょっと練習してみますよ。せーの、タラララタラララ、せーの、胸高、タラララタラララ、せーの、胸高。オッケー。本当はね、 J ファーマーズって言いたかったんだけどYeah!
は認知症アンバサダーです。私たちアカギ団は病院や老人ホームに行く訪問活動をしていて、今までで2万人のおじいちゃんおばあちゃんとお会いしてきました。もっともっと認知症に対する理解を深めるために、メンバー全員が認知症サポーターの資格を持っていて、認知症アンバサダーとして活動しています。イエーイ。SDGs の15番、陸の豊かさを守ろうという活動で、群馬県の赤城山に緑を増やすための植林活動、その他にも環境 SDGs のファシリテーターとして群馬県の方から環境についての SDGs を皆さんに広めてくださいという役割も預かっています。任されています。はい、3つ目はリサイクル活動です。プルタブを集めて車椅子にし、県に3台、なんと全部出しに寄贈することができました。イエーイ。はい、そして4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、弥生姫や妻原高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録されている神岡製糸場と絹産業遺産群の PR もしています。イエーイ。認められて、赤城団はアイドルクラス、グループ特使として皆さんご存知の中山秀幸さん、井森美幸さんと共に群馬県を盛り上げています。皆さんこの後も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それでは最後にチップスもまた入って全員でやる曲もあるんですけど、その前に1曲この曲聴いてください。皆さん一緒に振りを真似して盛り上がってくださいね。それでは聴いてください。片思いナイチンゲール。Yeah.
終わったでしょ。